セサミワークショップはセサミストリートをはじめとする子供向けの教育番組を制作するアメリカ合衆国の非営利団体。1968年にチルドレンズテレビジョンワークショップとして設立され世界中の子供たちが賢く、たくましく、優しく育つよう支援することをミッションとして掲げている。同団体が制作しているセサミストリートは1969年に アメリカの放送局 p b s にてテレビ放送が開始されて以来世界150カ国以上の国で視聴されている。また同番組のコンテンツを利用した教育プログラムの開発、運用も行っている。1960年代後半のアメリカでは幼児教育の研究により就学準備ができている子供ほど良い成績を収め、 学習能力が高いことが明らかにされていた。一方、当時の低所得者層の子供は他の子供と比べ十分な修学準備ができていない環境にあった。また、この頃に行われた調査によると低所得者層かつマイノリティの家庭に生まれた子供は中流階級の子供と比べて学校関連のスキルが実質的に低いことが示されており、 学校全体で彼らへの教育が満足に行われてない状況が続いていた。ニューヨークの地元テレビ局でドキュメンタリー番組のプロデューサーを務めていたジョーン・ガンツクーニーはアメリカのいたるところで子供たちがビールの CM ソングを歌っていたことを通して彼らがテレビから大きな影響を受けていることに気づきテレビを使った教育方法のアイデアを思いついた。 1967年、クーニーは、The Potential Uses of Television i m p r e s c h o o l Education と題した文書で、後に、セサミストリートとして知られる教育番組の概要と、制作会社の設立を提案した。クーニーは、ニューヨークカーネギー財団の副会長であった、ロイド・モリセットと共に制作会社、チルドレンズ・テレビジョン・ワークショップを設立。クーニーは、CTW において、 番組の開発と制作スタッフ及び研究スタッフの雇用をモリゼットは資金調達の役割を担うこととなった。CTW はカーネギー財団より100万ドルの助成金の提供を受けたほか、モリゼットの人脈を通じてアメリカ連邦政府、アメリカ公共放送社、フォード財団より数百万ドルもの助成金を獲得した。さらに教育省長官であった。 モリセットの友人ハロルドハウは400万ドルの資金提供を約束したほか、カーネギー財団より追加で100万ドルの寄付金を獲得した。こうした政府機関や民間の財団からの資金により CTW は経済的な問題に直面することはなかったが、これらが後の資金調達を困難なものにしたとされている。1967年にモリセットは、 イエール大学時代の同級生であった、ハーバード大学教授のジェラルド・エス・レッサーを迎え入れ、レッサーは CTW の初代研究主任であった、エドワード・エル・パーマーと共に番組の企画、制作、評価、意見交換を番組プロデューサーと教育者との間で行うシステムを構築した。このシステムは CTW モデルと呼ばれ、クーニーは CTW モデルについて、 教育アドバイザー、研究者、テレビ制作者が対等なパートナーとして協力する実験的な研究プロジェクトと述べ、その仕組みを見合い結婚に例えた。レッサーはまた CTW の諮問委員会の初代委員長職に月1997年まで務めている。CTW は初期予算の8%をアウトリーチ活動と宣伝に当て、教育者や放送業界ともに、 番組のプロモーションを進めた。彼らは番組のターゲットとなる視聴者を都心に住む子供とその家族に絞っていた。1968年5月20日、ウォルドルフ・アストリアホテルでの記者会見で CTW の設立が発表され、1969年11月10日にセサミストリートの第1回目の放送がスタートした。モリゼットは CTW の評議会の初代会長に就任し、その後28年間務めた。1971年に CTW はセサミストリートに次ぐ新たなテレビ番組としてジエレクトリックカンパニーを制作した。同番組は1977年に制作が中止されたものの、1985年まで再放送が続き、最終的には アメリカの学校教室で最も広く見られたテレビ番組の一つとなった。1972年には CTW の研究機関である子供向けテレビ研究センターがハーバード大学に設立され、ハーバード大学はセサミストリートが幼児に与える影響に関するおよそ20もの主要な研究を立ち上げた。また、この頃 CTW は大人向け番組の制作にも 着手していた。上記の G ・エレクトリック・カンパニーが放送された1971年には医療をテーマとした番組フィーリングッ g を制作し1974年まで放送された。1977年には20世紀の変わり目にあるニューヨークを舞台にしたドラマベスト・オブ・ファミリーズを放送した。しかしこのドラマは6から7回で放送が打ち切られ、以降、 CTW は子供向け番組の制作に尽力することになる。1970年代を通じて CTW は幼児教育用の教材の開発に取り組んでおり、初期の取り組みには都心部、アパラチア、ネイティブアメリカンのコミュニティ、移民労働者のキャンプで放映するための移動式視聴設備を使用することも含まれていた。九百八十年代初頭には、 テレビ、書籍、実践活動、及びその他メディアを組み合わせることにより幼児教育を支援することを目的とした幼児教育プログラムが作成された。同時に CTW は非英語話者の子供や大人への資料提供も行っていた。2006年からはこのプログラムの内容が拡大され、アメリカでの軍隊配置に伴う兵士の家族への 影響をテーマにした一連のスペシャル番組と DVD が制作されたほか、週刊者の家族や健康、安全に関する取り組みを行っている。一方、番組制作においては、セサミストリート以外の番組の多くが成功には至らなかった。また、ビデオゲーム、映画制作、テーマパーク、その他、ベンチャービジネスへの投資は、組織に財政的な損失を与えた。 この損失は1986年にライセンス収益が安定し、ポートフォリオ投資が増加するまで回復することはなかった。1990年に会長兼 CEO を務めていたクーニーが辞任した。公認として長年にわたって彼女の右腕的存在であったデイビッド・ブリッドが就任した。クーニーはその後執行委員会の会長に就任した。 CTW は1995年に組織再編が行われ、スタッフの12%を解雇した。1998年には、セサミストリート及びその他の番組のための資金提供を初めて企業から受け入れたほか、ケーブルチャンネルのの銀に2500万ドルを投資。同チャンネルは1999年にニコロデオンとの共同で放送が開始された。2000年には、 原組織名であるセゲイリーネルが社長兼 CEO に就任した。2007年には詳細なカリキュラムに基づいたデジタル技術の使用と開発により子どもの識字能力を向上させる方法の研究を行う独立非営利組織ジョーンガンツクーニーセンターを設立した。しかし2008年から2009年までに起きた不況により セサミワークショップはスタッフの20%を解雇せざるを得なくなった。2011年にはネルの公認として CFO 及び COO を務めていたメルヴィン・ミングが就任した。2012年にライセンス収入、ロイヤルティ、財団及び政府からの資金調達によりおよそ1億ドルの売上を計上したが、総収益は15%減少し、 営業損失は2430万ドルにまで倍増した。2014年にはミングの公認としてニコロデオンの幹部であったジェフリー・ディーダンが就任。2015年には大手ケーブル放送局 HBO と5年間にわたるセサミストリートのライセンス放送契約を締結した。2018年6月には電子機器メーカーのアップルとの間で コンテンツ制作に関するパートナーシップを締結。ゴーストライターとヘルプスターズからお助けモンスターズの2作品がアップルの動画配信サービスアップル TV にて配信されることとなった。同年9月27日にはセサミストリートのコンテンツを小学校の教育、教科に取り入れる教育プログラムセサミストリートカリキュラムを世界初の事例として 日本で開始することが発表された。2019年時点でのセサミワークショップの営業利益はおよそ160万ドルであり、助成金、ライセンス取引、ロイヤリティから得た資金の大部分がコンテンツ制作に還元され、総運営費は年間1億ドルを超えている。この運営費には従業員への給与、リンカーンセンターにある本社オフィスの賃貸料600万ドル、 クイーンズの制作施設、YouTube チャンネル等のためのコンテンツ制作費が含まれている。この年セサミワークショップは数人の熟練した人形創演者を含む400人を雇用しており、ロイヤリティとコンテンツ配給量が最大の収入源となった。この滝付による収入は全体の31%にあたる4780万ドル、ゲーム、おもちゃ、 医療からのライセンス収入は450万ドルとなっている。ありがとうございます。